はい、ツドクインアメリカです。今日作るのはガーリックチーズモンキーブレッド。甘いモンキーブレッドも美味しいですが、今回はパンの外側のチーズがカリッカリでガーリックが香るモンキーブレッドを作りました。私は生地から作りましたが、もちろん市販品の冷凍生地や缶に入った冷蔵生地でショートカットも OK です。予想以上に美味しいので皆さんもぜひ作ってみてください。はじめにパンケースの中に中力粉または強力粉 250g、 グラニュー糖 20g、 塩 4g、 無塩バター 15g、 水 160ml を入れホームベーカリーにセットします。ドライイースト 3g は所定の場所に入れ、生地コースでスタートします。生地を作っている間にプリン型にバターを塗っておきます。イタリアンパセリは刻んだ状態で大さじ1用意します。生地が出来上がったら粉をはたいた台に生地を出し、軽くこねガスを抜きます。32等分にし、生地を下に入れ込むようにして丸めていきます。大きめのボウルに溶かし無塩バター 30g、 オリーブオイル 25g、ガーリックパウダー大さじ1、パセリ大さじ1、塩小さじ1分の1を入れ混ぜたら、丸めておいた生地を入れます。ヘラを使って生地全体に油を絡ませます。油が生地に絡まったら、パルメザンチーズとモッツァレラチーズをそれぞれ約 50g ずつ入れ、チーズを生地に絡めます。ここへベーコンやペパロニを入れるのもありです。先ほど用意しておいた型に生地を均等に入れていき、最後にボウルに残ったチーズを上に散らします。型にラップをして倍の大きさになるまで発酵させます。発酵が終わったらオーブンで焼きます。焼き上がったらバターナイフなどを使って型を傷つけないようにパンと型を剥がしておきましょう。お皿をかぶせひっくり返し、パンをお皿に出し、もう一度ひっくり返してパセリをパラパラっとしたら出来上がり。ピザソースとの相性は間違いないです。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント欄に質問や感想をお待ちしています。あといいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。